SDGs について考えるシリーズ、つなごう沖縄です。今日は沖縄固有のあの生き物の皮を新たな資源として活用し、ものづくりに励む皮職人を紹介します。職人が目をつけたのは、危険生物として恐れられてきたハブでした。これもね、全部自然が作ってる模様。個性ある模様について話すのは、革職人の高知正隆さん。高知さんが使っているのは、沖縄固有の生き物、ハブです。最初は怖かったけど、改めてやっぱりハブでもなんかいいところだったりとか、いろんなことが印象が変わりました。こういうのは男性が好きだから、多分好きな人が増えると思います。めっちゃ使いたくなります。ちゃんと駆除されているものだけを使ったり、その生き物のなんか命みたいのをそういうふうに活用しているっていうのが伝われば本当に嬉しいですね。ハエバル町荒川にあるユイファクトリー。独自の方法でハブの皮の加工から製造販売までを手掛けています。模様が細かく、一つとして同じものはないハブ革。そのハブを革にして利用するのはとても珍しいんです。模様がとても綺麗ということと、あと沖縄の素材、生き物っていうところと、あとですね、その革に誰もしてないっていうところがとても魅力的でした。これから今薬品入れたのですが、ハブを入れていきます。これがそのハブですか？ハブです。これさばいたやつ。今日は久米ハブ、久米島のハブをちょっと液漬けしていくんですけど、難しいと言われるハブ革の加工に成功した鍵は、動物の皮を革に変えるなめしの技術でした。ハブ革だけのレシピです。パーセンテージが狂ってくると、同じパーセンテージで赤股とか台湾ハブもやったことあるんですけど、やっぱ入り方違います。これはハブの牙。ここに毒があるんです。これます。製品作りの基礎となるなめしの技術。これはもうまとめてハブをさばくところから始まります。広げた時に仕上がりがきれいになるよう、切れ目も慎重に入れていきます。なめし加工には、植物から取れるタンニンを使っているのが高知さんのこだわりです。風合いも出ますし、植物、燃やして灰にもなりますし、どちらかというと土にも変えるって言われているぐらいの分野の皮なので、僕はそれが好きでタンニンをずっとやろうと。また生態系を守るためにハブの養殖はしていません。仕入れ先は、住民が駆除したハブを引き取っている県内の自治体。現在契約している6市町村から買い取り、年間600匹から800匹のハブを資源として活用しています。感じるんですけど、はい、こっちにもいて、あ、結構南部ですね、でもね。ハイバルの、全部これトラップですよね。あ、そうですね。人が取って殺してるとか使わないですよね、トラップで。はい、そうです。ハエバル町では3年前から捕獲したハブを冷凍処理して、高知さんに引き渡しています。これまで焼却処分していたという駆除ハブですが、高知さんの手によって有効活用されることに期待しています。いいものに変えて、ハエバル町を代表するようなこの製品に
変われればすみませんプラスなイメージになるかな少しでもですね、はい、なるかなとは思うので。およそ2ヶ月かけて製品として使われる革へと姿を変えていくハブの革。この限りあるハブを新たな資源として活用し地域に還元する取り組みは作る責任、使う責任という SDGs の取り組みにもつながります。手間を惜しまず一つ一つ手作業で生み出されていく数々の商品。そのこだわりは高く評価され、今年9月、人や環境に優しい天然皮革として日本エコレザー基準の認定を取得しました。有害化学物質の検査など厳しい条件をクリアして、今回最も環境に優しいとされるエキストラに認定。ヘビ革として認定を受けるのは国内で初めてです。乳幼児でも使えると。だから子供あの乳幼児のようにこう肌が敏感なあの人あお子さんでも使っても大丈夫ですよというところにありますので、非常にその安全性が高いと。やはり沖縄であの取れたものをあの使ってそれをあの製品として売っていくと、そういうところも非常に重要なんじゃないかとと思っておりますけど。ハブ側に情熱を一身に注ぐ高知さん。いただいた命の皮を一つの製品としてつなぎ伝えていくことがモットーです。サステナブルだから作ってるとかそういうわけじゃなく、そういうのじゃなくて、いらないものを購入して、で、それを活用して沖縄のものになって、でそれを使った人たちが喜んで、でずっと使い続ける、でなるべく捨てないでずっと使い続けるっていう風に、なんかその一連の流れがこのハブで表現できれば本当にあの嬉しいというか。ハブの見方を少しでも変えたい。自然を敬い、限られた資源を大切にしながら、これからもハブの魅力を発信していきます。はい、 VTR にも出てきましたが、こちらが加工したハブの皮を使った商品です。かっこいいですね。かっこいいですよね。財布やスマートフォンのケースなどもあるんですが、部分的にハブの皮が使われています。おしゃれですよね、おしゃれですね、うん、そしてこちら、はい、ちょっと見てほしいんですが、じゃん、すごい3つのハブ側があるんですが、うん、まあ、上から下に、ね、3つありますよね。これ違い何か分かりますか。あ、でもやっぱり模様が、ね、全然違いますね。そうなんです、模様が違うんですが、はい、どうして模様が違うかと言いますと、一番上がですね、はい、なんと久米島のハブ側なんだそうです、はい、生息地によってね模様も様々なんですよ。久米島さんは川の中央に細やかな模様が集中していますよね。そして真ん中と、その下はですね、こちら真ん中が本島北部のハブなんだそうですよ。久米島と本島で全然違いますね、はい、それで下が本島南部なんですが、まあ、本島北部と南部はちょっと似てるんですけども、それでもやっぱり違いがありますね。地域によって全然違うんですね。違いが出るんですよ。面白いですね。上のこの久米島のやつはちょっとミンサオリにもね、どこか似てるような感じがして、本当ですね、こういうところに昔の人着想を得たのかもしれませんね、うん、もしかしたらそうですね、でもこういった特性を生かしてまたね、はい、新たな地域の魅力も発信していけそうですね、うん、今後の広がりが楽しみです。